荒れ人の気配がする。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。強くなったら新しい技を覚えるんだ。今ならできるはずだ。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所も分かるはずだ。こいつは使えるぞ。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集めるぞ。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは？悪くない。一体どこに行ったんだ。
感じ、近くに何かあるな。何か？いわゆるパワースポットってやつだ。タヌキ？何か言ってる？おい、力を使ってみろ。俺たちなら。気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いだ。いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてどんなもんだよ。あいつ、体がでかいだけじゃなさそうだ。お前見直したぜ。まだどこかにいるはずだ。車の上に乗ることってあんまりないよな。おいおい、持ち主がいたら怒られるぞ。が悪いな。今はどこでも気味が悪いぞ。気にするな。
無理だな。工事現場か。何か感じる。調べるぞ。鳥居があった。浄化する。さっさと次に行くぞ。これも強い力を感じる。ここらの霧も晴れたはずだ。カゲリエに向かうぞ。駅の南側にカゲリエの入り口がある。そっちに行こうか。守ってくれそう。そうだな。
行けそうだ。駅か。人がいないし電車も来ない。町が死んでる証拠だ。やるしかねえな。再開発したって今の東京じゃいいな。
コツをつかんだみたいだな。気になる場所は力を使って調べてみろ。お前見直したぜ。社に何かないか調べておくよ。バッチリ足りだな。札か。これも使えそうだ。手に入れたお札を試してみる。うまく使えよう。影エリアの展望台に行くぞ。あそこならこの辺りを見渡せる。状況も分かる。強くなったら新しい技を覚えるんだ。今ならできるはずだ。